来たんだけど、ちょっと待って待って、暖房のリモコンってどこにあるんですか？ほんまにちょっと待って、うわー、ちょっと待って、かわいい、かわいい、嬉しい、ありがとう、待って、ありがとう、やば、なにこれ、ちょっと待ってやばい、やばいんだけど。え？ちょっとどういうこと？これは。どういうこと？何が起こった今？え、すごっ！今めっちゃすごかった！めっちゃ久しぶりになんか、え、すごっ！ゆうな、ありがとう、来てくれて。さっきさ、クッキー作ってたのにさ、クッキー、皆さんクッキーで応援してくださると嬉しいです。アバターがもらえるかもなんですよ。ちょっと待って、作成途中だけど、ちょっと待って、なんかいろいろ起きてる。ちょっと待って、今待って待って、すごかったんだけど、ちょっと待ってね。ちょっと待って、すごかったんだけど、ここにちょっと貼らせてもらう。ありがとう。ちょっと待って、途中すぎてどうしよう。まあいいけど、スケーモンサバラありがとう、クモハクッキーありがとう、タカちゃん嬉しい、なんか やばかったよ今、ありがとう、すごい、なんじゃこりゃ、ハッピーバレンタインって書いてあるの。タカちゃんありがとう、嬉しすぎる、めっちゃ可愛い、スクショしちゃおう、ありがとう、またお礼します、ありがとう、タカちゃん、嬉しかった、めっちゃ、クモハクキありがとう、まえちゃんハートありがとう、ねえすごかったちょっと待って、もう一個来てた、タカちゃんありがとう、スキクマありがとう、待って、そうランキング、あ、やば、落ちたって思ったんだけど、もうすぐにバーンって上がったありがとう、もうちょっとさ準備満タンにして始めたらよかった、待って、ありがとう、ちょっと焦ってる今本当に、どういう状況って感じで、手震え出したんだけどありがとう、すごい、心臓ドキドキしてる、なんか待って、しまいちさん、やまぴーさん、あみたさん、キョロッケさん、クッキーありがとう、これありがとう、めっちゃ作り途中だった、間に合わなかった、ショック出だしはいつでも通りそういつも焦ってる、本当に焦ってる。ひなたさん、クッキーありがとう、ツナさんも、ピンゴさんもありがとう、クッキー、アミタさん、ノンタンさん、クッキーありがとう、ノギンさん、そう今はクッキーで応援してくださると、もしかしたらそのアバター、石原優奈って書いてアバターが新人枠だからチャンスかなって思って、そう頑張りたいです。すごい、今もうすごかった、なん、え、すごい、ありがとう、バーバブさん、アミタさん、ノンタンさん、浜谷ゴーゴーさん、クッキーありがとう、嬉しい、そうだね、歌も歌おうかな、ちょっとこれ半分さ、半分ちぎるの失敗したから、ちょっと頭で隠してんのこれ。ひのこかパパさんありがとう、クッキー、やすべえさんありがとう、なんかやすべえさんありがとう、なにこれ、これはチョコの花束みたいなやつ、嬉しい、ありがとう、すごい、なんか出だしがやばすぎて震えてる手がすーくん、きのこかパパさん、未来一、クッキーありがとう、嬉しい、ももなん、クッキーありがとう、ユニバースさんもクッキーありがとう、クッキーね、タワーすごい、
ユニバースさん、キノコカパパさん、たくさんありがとう。クマハありがとう。マー君ありがとう。クッキー、新人枠の中で今何位？え、なんかさっき見たら何位だったっけな。でも何位だったっけ。でも見れると思います。多分357050さんもクッキーありがとう。アルフォートさん、結婚して無理。あ、フォローもありがとうございます。ヤスベイさんありがとう。結婚何それ。あれ、さっきタワー投げてから結婚しても投げたら、あの、結婚できると思ってる？できないよ嬉しいけどありがとう。ちょっとすごい、あの、いい方法ですねそれは。だけどダメです。スー君結婚して無理無理だよ。カメリアケイさん、チョコありがとう。たくさんチョコ投げになってるから。ユウナは新人枠5位。どうなんだろう、今多分ランキング変わってるからわかんない。今クッキー5位、ありがとう。今5位らしいです。ありがとう、教えてくれて。どっちも5位だ。写真集も5位で、クッキーも5位。カメリアケイさん、たくさんありがとう。チョコ結婚は分かってます分かってたけどありがとう。ちょっと固定しよう。固定もできてなかったよ。でクッキーをそう作ろうかなっていう。テロップも出さなきゃ。誰なん、ゆうなん。そう、ごいなんゆうなんだった。今はちょっと待って、これクッキーね、ちょっとキモすぎるから、ちょっと形だけでもちょっと整えようかな。ちょっと形だけでも、そう、さっき配信ちょっと終わったんですけど、終わってから終わったじゃないですか。それから、ちょっと待って、あの、そう、今話が蘇ったじゃない、話そうと思った。ちょっとタワーに戻るんですけど、タカちゃん本当にタワーありがとう。あの、ちょっと一言言っとくね。あの生きててよかったっていう、ちょっとあの生存が確認できてなかったからよかったです、ほんまに。そう、以上。スー君クッキーありがとう。クッキー今からちょっと作る、クッキー作る。雪やばい？雪でも雪時には時には雪。ともあきさんペンライトありがとう。そう、5位なんです。こんばんは。黒ひげ成功したので、嬉しい。お話し会そうだ。確かに今さ、黒ひげさ、チャレンジしたらお話し会申し込めるね。みんな待ってます、お話し会も。あ、初見さん、ゆ桜井さん、クッキーありがとう。嬉しい。きのこかパパさんもクッキーありがとう。和弘さん、ハートありがとう。時には雪なの、もう語尾なんいいね。なんかいいね、なんかいいね。ありがとう。ションちゃんもクッキーありがとう。たくさん。ノブロー V さんありがとう。和弘さんもハートありがとう。こんばんは。和弘さんクッキーありがとう。そうだね、ちょっと待って、クッキーができるまでさ、クッキーちょっとクッキー作成してるから。みーくんクッキーありがとう。お話し会緊張しないよ。ゆうなんのお話し会は超楽しいです。自分も話しててめっちゃ楽しい。お話し会って本当に楽しい。ちょっと喉乾いた。ちょっと待って、
あ、そうだった、暖房のリモコン探してたんだった、なかったんだった。それ、そう、どこにあるんですか、私のさエアコンのリモコンは。さっき、あ、やばい29分29分で思ってスマホ持ちながらさ、やばい30分ってなりながら、エアコンのリモコンが。なんでさテレビのリモコンとかさ、なんかリモコン系ってなくなるんだろう。なんか絶対神隠しだよね。私結構神隠しに取り憑かれていて、ちょっと前から思ってたんだけども、アーシャの、アーシャより実物の方が怖い。え、嬉しいかも、めっちゃ嬉しいかも、ありがとう。星野まさきさん、ハートありがとう。カズさん、クッキーありがとう。クッキーちょっと今作成中なんです、ありがとう、嬉しい。ARYA さん、ありがとう。リモコン遭難言うなの、いや面白すぎるから、ちょっと言うなん、ありがとう来てくれて。まこちゃん、ハートありがとう。そう、私は今、あ、あった、ハサミはありました。ASMR です、ちょっと今クッキー作成中、ちょっと ASMR。 ASMR です、今終わりです、できた。え、待って、切りすぎたかも、ちょっと切りすぎたかも。でもちょっと今からこれを塗りたい、ここのハートだけ塗ったらちょっととりあえず今日のところは完成なので。キノコカパパさん、ありがとう、たくさんクッキー嬉しい。スープカレー飲み物さん、チョコありがとう。まえちゃん、ハートありがとう。アイシング、え、でもアイシングクッキー作ったことある。タカちゃん、レインボースターたくさんありがとう。生存確認できて私は嬉しいです。マコちゃんありがとう、ハート。ダイソンの暖房、え、ね、アプリのリモコンいいよね。ないんだけど本当にないんだけど、まあいいです、寒くなったのでちょうどいいです。さっき暑かったんだけどね。カレーはご飯よりもナン派なん、いやー、そこはなんて言いたいところなんですけども、カレーです。あ、間違えた、ご飯です。でもなんか私のお母さんがナンが好きなイメージある、だからユーナンです。え、嘘です、本当に嘘つきました。そのユーナンっていう由来は本当に、え、そう、みんな聞いてほしい。なんかあのさ、あの私のユー、あの本当に名前、あだ名今ユウなんじゃないですか。今は多分みんなしっくりっていうか多分定着してきてるんですけど、そう最初は、今ちょっとこの辺なので急ぎます。最初はもうニックネームなしで普通にユウナで行こうとしてたんですよ。だけどなんでユウナにしたんだったっけ。そう、先輩にゆうなさんっていらっしゃるし、ちょっとなんかあだ名欲しいなって思って、最初ゆうなんひらがなのうなん、ひらがなでゆうなんでやろうと思ってたんですよ。でそれと伸ばし棒のゆうなんで迷ってたんですよ、めっちゃ。でどっちがいいと思いましたか、皆さん。で今結局は伸ばし棒ゆうなんになってるんですけど、まあどっちでもいいんですけど、はい、どっちでもいいっていう話でした。
アルフォートさんクッキーありがとう、嬉しい。クッキー今ちょっと作成中。クッキー、お菓子作りってこういうこと。いや違うよ、これは違うけど、今はただ普通に作ってるだけ。ミライッチクッキーありがとう、ションちゃんクッキーありがとう、ひらもんさんありがとう、チョコミライッチハートありがとう、ハート。そうなん言うなもそう、でもそう、小学生の頃のあだ名は、ちょっとしたあだ名はね、ちょっといじられてる時は石油だった。どういうあだやねん、あだ名やねんって、石油ってなんやねんって。私の石油っていう由来はなんでだっけ、石原優奈の石で石って読むじゃないですか。なんか多分クラス、同じ学校に石原って人が何人かいたんですよ。だからあと優奈、普通に石原優奈ってなんか名前かぶりが多くて、だから石油になった。でそう、どういうことみたいな。はい、以上です。ユーナってお話し会、お話し会来てくれるの、ちょっと楽しみにしとこ。 I love ユーナ、お絵かきタイム。いやクッキー作成中だからできました。ちょっと今日のところはこれで。うん、伊藤博史さんクッキーありがとう、ありがとうな。絵が上手だね。そう、さっきこれも後で話しましょう。江坂さんハートありがとう。石油王なって、なんかさ、石油王じゃないです、石油王の話したんだよねこの前。来た、これできました。そう、石油だった。石原ってな、でも結構多いよね。そんなことないか。ゆういちくん、はぁ、クッキーありがとう。ハートに見えた、クッキーありがとう。石油ゆゆあ、ゆゆゆ油だから、それ一人やだ。そうなんですよ、たなたなさんハートありがとう。喧嘩売ってる、斜めになったし。そう、今日はさっきはあれ、画面明るくしてちゃんと始めたから大丈夫。今まで生きてきて名字石原さん身近で始めて、そうなんだ。じゃあ石原って言ったら石原優奈だね。それはもう何が言いたいん、ほんまに何が言いたいのかと。そうなんで、石優なん、石優なんでしょ。それならそうですね、そうですよ、石油は輸入ですから。それなんかこの前話したんだよね、メンバーと。母さんクッキーありがとう。石油王に俺はなる、いいですね、私は応援しております。あ、テレポ変えなきゃ。確かにクッキー作成終わっちゃった。ともあきさん、レインボースターありがとう。しょんちゃん、猫ありがとう。猫耳ありがとう。ケイケイさん、クッキーありがとう。嬉しい、嬉しいクッキー。そうだね、ちょっと待って、テロップが
そうなんですよ。何がそうなんですか。あ、そう、さっきのあの配信が9時半に終わったじゃないですか。そう、私はちょっとあまり私生活をあのあらわしないんですけど、ちょっとそのさっき配信が終わってからの私生活というか何をやっていたかっていうのをちょっと今から話していきますね。どこに需要があるのかちょっとわからないんですけど、ちょっと言っていきます。あのさっき配信が終わったのが多分9時半ぐらいかな、9時半ぐらいで、それでやりたいことがめっちゃあったんですよ。めっちゃあって、まずは X をポストすることと、あと文章考えてなかったからその蛇の画像を上げようと思ってて、 X をポストすることと、あとこのクッキーをどうしても作りたかったのと、あとなんだ、あとメールを送りたかったのと、あとなんだっけ、それだけですね。それだけなんですけど、なんかこのクッキーにすごいなんか時間かかってしまってですね、これ近くで見た方がね伝わるんだよ。この辺にできないかな。あと色鉛筆が足りなかったですね、はい、それだけでちょっと過ごしてました。なんか白飛びするんだけど、やだ。何も見えんやん。あ、こっちに向いてくれたらいいんだけど。うまくいきませんね、本当に人生ってものは。来た。そう、絵得意だよ。クッキーの絵めちゃくちゃうまい？嬉しいわ。カズさんチョコありがとう。トモアキさんペンライト、スーくんチョコありがとう。ありがチョコレート。滑ったので、あの皆さんちょっとごめんなさい、なんかコメントください。山口さんありがとうクッキーありがとう、嬉しい。マー君クッキーありがとう。そう、このさ、今のさ、山口さんみたいな例で言うんだけど、山口さんのあの今尾崎セリカさんのアイスのアバターじゃないですか。これの石原優奈バージョンのあのアバターがもしかしたら、そう、もらえる、1位になったらもらえるっていう。そう、頑張ってます。今応援お願いします。クッキーで応援お願いします。クッキーの絵ほんとうまい、嬉しい。絵は得意んです。頑張って。悲しいな、冷たいな、みんな。ありがチョコ。お母さん見てないわけがないって思ってる。もうちょっと寒くなったので部屋暖房つけてね。私はリモコンがなくなったから、もうこの暖房を切るっていう手段ができない。こんばんは。星で、すごいねえ、アバターそう、かわいい、かわいいんです、バレンタインのやつ。あ、ちょっとさ、また今クッキー4位、嬉しい、ありがとう、ランクアップです。クッキーありがとう。やった。ちょっと希望が見えましたね。ちょっとじゃあちょっとっていう口癖なんじゃないのってぐらい口癖じゃないです全然。そう、今日ゲームあるって言ったじゃん、この危機一髪以外にね。あとちょっとあの、またあの、私マジックをこのイベント期間中にちょっと習得したいなって思ってて、このトランプ系のマジックね、なんかこうやってくります。そして、はい、ここはハートの1です。
みたいな、今何も練習してないんですけど、なんかいるじゃないですか、こうやって。ここは、ダイヤの5です。みたいな。これで当てるようになりたいんですよ。なんかあるじゃないですか、そういうマジック。それをちょっと、練習しときますね。だからいつかなんかショールームでちょっとそれを披露できたら絶対なんか盛り上がるんじゃないかなって思ったので練習しときます。ハローありがとうございます。そうアバター頑張ります。そうカードマジックもさ、こうやってさ、ちょっとさ、何回かさ、こうやってやってたらさ、なんか、できそうだよね。なんか、ハートの位置とかなんか適当になんか、何分の、これってカードって何枚あるんですか？トランプって。いや、計算したらできるよ。13×4？ 4312。100枚ぐらい OK。 あ、1位ユイニャンなんだ。6万ポイント以上差が。おお、クッキー嬉しいです。ありがとう。カードを来るは広島弁でもいい。カードをね、来るって言うよね。あ、くるくるさんがよぎりました今。でもさ、はいはい、食ってって言うよね。みんなこれなんて言うの？混ぜてみたいな。これなん、みんなこのこう、これはなんて言いますか？皆さんは。フォロー嬉しい、ありがとうございます。たなたなさんハートありがとう。ねえ、できたらさ、こうやってさ特技になる。ちょっと一回ちょっとまぐれでやってみていい？これはなんかでもわかんないんだけど、ダイヤとハートとクローバーか、クローバーとスペード、な、何これ、あのこのこんなやつ、こうやってはスペード、ハート、ダイヤ、クローバー、何、なんかもう一個のやつ、何あれ。でもなんかこれはなんかそのこの形の、この形の2な気がする。めっちゃ今なんかそれを感知した。キノコカパパさん、ありがとう、クッキー嬉しい、ありがとう、クッキー。アキオさん、クッキーありがとう、嬉しい。あと ST48 イコールラブさん、嬉しい、イコールラブさん私も大好きですので、本当に。山口さん、クッキーありがとう。52枚かと、ジョーか、53か。じゃあこれ来るって言うよね。あ、切るって言うんだ。それ面白いね。関東と関西で違うみたいな感じ。あ、シャッフルかね、来るだよね。来るは方言なんだ。クローバー、スペード、スペードで合ってる。なんかこれなんじゃって思って、でもこれなんかスペードの2な気がするから、ちょっといい、ちょっと全然違うやん。全然違うやん。ちょっとさ、52分の1の確率でやってるからいけるかも。じゃあちょっとまたさ、まだフォローしてない方をさ、フォローするきっかけチャレンジしてもいい？で、これで、当たったら、怖い。一個だけさ、向いてるわ、こっち。一個フォローっていうのやっていい？ちょっと今から。普段トランプやらない。やらない！青春サブリミナル大好き。踊れるよ。ちょ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 って。サビだけど。ちょっとお願い、ちょっと今からやっていく。ハートの1。ちょっと待ってね、本当に当たるまでやるから。これダイヤの3。全然当たんないじゃん。ちょっとまだめげない。52分の1だから。ハートの3、これ終わります。ダイヤの2。もうフォローしてるときは、ちょっともうお話し会に来てください。
なんだっけ、思い出せない。スペードの13な気がする。ハートの1。ダイヤの2。あ、惜しい。何が惜しいんや。ハートの1。ハートの11。みんなこれ配信飽きて出てかないでね。ハートの3。当たったら黒ひげよりすごい。いや、それな。フォロー減ったら大変。確かに。ちょっとフォロー減ったら悲しい。あれ、ちょっと。お、か、楓待てんだから、これ。え、ちょっと、あったら褒めてね。ハートの5。え、待って待って、みんな早い方じゃない、これ。来ました。終わりです。帰れます。あ、帰らないでね、でも。でも帰らないでね。え、やったー、みんな。じゃあこれで、フォローしてくれる？フォローしてない方。やったー、来た。思ったより早く終われた。はい、これ終了です、このチャレンジ。やったー、嬉しい。きのこかパパさん、クッキーありがとう。たくさんありがとうね。ハートめっちゃ当たったよね。毎回来たら当たらないよ。当たっちゃいましたね。ランダムグッズ売り。で、確かにランダムグッズ売り確率低い。え、嬉しかった。なんかも、なって、これ長引きすぎたら飽きるぞって思ったけど、いいぐらいで当たっちゃいました。ユニバースさん、かっこいい、ありがとう。やった、本当にフォローしてくれてる。やった、クモハクッキーありがとう。ウータン、クッキーありがとう。たくさんありがとう。やった、え、すごい。ウータン、たくさんありがとう。クッキー、フォロー外します。どういうことそれは。どういうこと。タカちゃん、クッキーありがとう。たくさんね。やった、他のルーム行くか。いや、帰れませんとか、そういうのじゃなくて、まだいて、みんな。そう、なんかちょっと、そう、ユニバースさん、クッキーありがとう。タナタナさん、パチパチありがとう。配信終了。いや、終了じゃないですね、これは。半か40分ぐらいまでやろうかな。はい、もう今日の心残りはない。お話し会買い増ししときます。嬉しい。そう、今受付中なので待ってます、皆さん。そんなところで運使って大丈夫？はい、大丈夫です。私はさっき白蛇ってすごいなんか縁起がいいらしくて、はい、白蛇さんと会ってきたので、 X 見てくださったら、はい、はい、上、こっちかな、こっちか分かんないんだけど、多分こっちにしとこ。ハート押してくれたら嬉しい。そう、ピンクにして。フォローありがとうございます。ユナン、くじ運強い。え、でも大吉の時が多いかも、おみくじとかは。ビンゴさん、クッキーありがとう。トマアキさん、ペンライトありがとう。ひーちゃん、クッキーありがとう。そう、そうなんですよ。明日は12時から配信しようかなって思います。そう、12時からがいいのか、そのちょっと15分前の11時45分ぐらいからなのがいいのか、ちょっと迷いんですけど、どうしようかな、どっちがいいかと思う。そう、あとさ、また今度見せるわ。なんかオーディションの時の、そう、その背景に貼っていたイラストたちをみんなに見せたいなって思ったんだよね。また準備したら見せます。ちょっと近いな今日。ミッション切り替えの2時45分もあり。え、でも朝配信しないから、ちょっと朝か昼かどっちかに配信しようかなって言って
話してたんですよね。よしくんクッキーありがとう。ハートの5、あ、そう、さっき見た、もうハートの5すごかったね。またさ、これさ、毎日チャレンジしてたら、いや運ですからやめます。イクラブさんのリーダー山本アンナさんとミツさん、はい知ってますよ。もうめっちゃなんかおーってなりますね。私はヒロは配信短め大丈夫だ。そうだね、1時間ぐらいかな。え、ちょっとじゃあ次の配信、次のお昼、次はお昼じゃないよ、なんだっけ明日の夜とかの配信はさ、これやりたいんだけど、これ知ってる？みんな今日はやんないけど、なんかもう私なんかそう、こういうなんかさっきも言ったんですけど、なんか遊ぶおもちゃが何こういうあるじゃないですか、これわかりますか、このな、わかるかな、これ最近流行ってるんだけど、わかるかな。でもめっちゃ簡単、見たら絶対わかる。これ人生ゲームやん、ほぼ人生ゲームじゃないんですけど、そう、またこれは明日やろうかな。ミッション切り替え配信タピヒトだ、え、そうなんだ、ちょっとまた話聞いてみます。アミタさんクッキーありがとう。でも明日は12時から配信しますよ。15時までに配信したらキラキラ、そうだね、だから明日はぜひ来てください。運なん実力なん言うなんどっちもですかね。はい、ゆうなんチョコ作れる、作れますよ。チョコを作るっていうのはその植物からは無理ですけど、あのチョコを溶かしてまた再生するのはできますよ。ケイケイさん、これ蜂の巣に見えるね、確かに。ケイケイさんチョコありがとう。これはえ、でもこれ多分さ、これ準備してからじゃないと始めれないわ。このこれをこうやって全部これがあるんですよ、こういうの、これを全部はめて真ん中にこのペンギンを置いてこのルーレットを回して、もしここに当たったらこの色と白と青のやつをこうやって叩いて落とすみたいな、で真ん中のペンギンを倒したら負けみたいなゲーム。これも絶対一人でやることではないんですけど、まあ、次回やろうかなって思います。これ前ねひーちゃんといちごとやったんよね、めっちゃ楽しかった。ひーちゃん誰が激弱だったっけ、ひーちゃんがなんか激弱だった気がする。え、ひーちゃんなんか誰だっけ、そう叩いてくやつ、そうそう。ケイケイさんチョコありがとう。橋本桃子さん、そうなんだ、山口出身ですよね。すーくんクッキーありがとう。ユナ配信かなり楽しくなってていい。そうですね、喋るのは絶対昔に比べたら得意になってると思う。そう、でも私通勤やばい、通学の時になんかやっぱ2人で行く時が多いじゃないですか、友達と。その時なんか絶対なんか話してないとめっちゃ気まずいって なる人だったんですよ。なんか
黙って歩くことができなくて、なんかちょっとなんか待って話さなきゃ話さなきゃみたいな、そんな感じでショールームもちょっと黙って配信することができないんですよ。だからちょっと喋るのが得意になりましたかね。そう、なんかずっとシーンだったら大丈夫なんだけど、なんかちょっと話してて話題が尽きてシーンって なっちゃうのが本当にちょっとその空気が苦手なんですよ。そう、無言が気まずいた、やっぱそうなんですよ。そうだから、そう話しとかなきゃ。だからみんなもコメントしてくれたら嬉しい、話が尽きないように。初見の方ありがとうございます、めっちゃ嬉しい。もう初見、私も初見です。私もこちら側の初見なんですよ。お互い初めましてです。可愛かったこれ。じゃあずっとこうやって配信しよう。くくってたら襟がよく見えますかな。くくっとこうかな。じゃあちょっとだけ。昔話すの苦手だったの。え、でも小学生の頃はなんか授業中も喋ってた気がする。小学生の頃はね、多分もうちょっと喋ってて、中学生の頃も、中学1年生ぐらいまではなんかめっちゃ喋ってた。喋ってたんですよ。でなんか高校生とか中学2、3年生ぐらいから静かになった。ここ巻きたいよね、ポニーテールくくるんだったらここを。じゃあちょっと今から巻くから。ここ巻いていきます。めっちゃなんか やばいことになって、今から巻くから。そう、無言がちょっと苦手なタイプだった。あおさん、クッキーありがとう。クッキーありがとう。 X でシードなんてないや、ちょっと掘り返さないでください。あおさん、クッキーありがとう。そう、無言のショールームね。そう、確かに無言がね、あんまり気にならなくなると親友、なんか仲いいみたいなこと言うよね。初見さんありがとうございます。ペンライトダー DARKNESS ありがとう。ふーたんさん、ハートありがとう。ちょっと皆さん見ててください。ふーたんさん、ハートありがとう。そう、落ち着きのない子だったんだね。めっちゃなんか久しぶりに髪の毛くくったんだけど、後ろにってこと、後ろにってことだよ。なんか襟が主張されすぎてて、ちょっとマフラーしようかな。ちょっとこういうつもりじゃなかった。え、襟の主張がすごい。これ普通にレッスン着だった、レッスン着 ですよ今日。これその下にちょっと襟を付け足したっていうコーデになっております。ワールさん、クッキーありがとう。嬉しい。ナンさん、かわいい、ありがとう。お話し会静かになったらごめん。いやでも私のお話し会は絶対シーンってならない。もう最後まで喋り倒してるから私が。もうでなんか普通になんか途中でブチってなって、なんかちょっともう本当にキリが悪いみたいなことが結構あります。なんて失敗した。ちょっと待って、ちょっと誰か助けて。ちょっと本当にちょっと待って、できないんだけど、どうしたらいい、これ。
ちょっと待って無理だから下ろします。はい、一瞬でした。アイロンは切りましょうね、危ないので。うーたんクッキーありがとう、ツナさんもクッキーありがとう、嬉しい。無言でお話し会ができるくらい仲良くなりたい。ちょっと待って、めっちゃなんかもったいない気もするけど、なんかでもいいね、いいね。1枚でずっと無言とかだったらちょっとリクエストをいただいたらやろうかな。ずっと無言でいてくださいって。お話し会じゃないや、もう何無言会じゃんそれ。ツナさんクッキーありがとう、ナンさんハートありがとう。ユウナンつけ襟、つけ襟持ってるよ、何個かある。スーくんクマ何クマじゃないんだけど、クマとチョコレート間違えることある。何がクマだったんやろ。チョコありがとう。ハヤトさん結婚して絶対無理絶対無理ね、見つめ合うだけ。ちょっとでも話したくなっちゃうわ私は。それはイングリッシュマンさんハートありがとう。翼さんクッキーありがとう。ストッチのせいじさん尊いありがとう。ワールさんクッキーありがとう。そうなんだよね。そう、それもある。お話し会、お互い話したいことが あってなんかもうどっちも喋ってなんか何みたいな、はいあのですね何みたいな、なんかちょっと気まずい。気まずくないか、楽しいんです。ワールさんクッキーありがとう。無言ユーナンが我慢できなくなりそう。そうだね、話したいこといっぱいあるから。私は初めましての方でもなんかもうすぐ話がポンって浮かびますね。今日どうしよう、今日カラオケやるって言ったっけ、言った 80% 言って言ったか、どうしようかな。ちょっとチカチカだった。今めっちゃなんか そうですね、そうこういうこの無言の時間、この無言の時間がちょっと今頭の今私の脳みそのなんか何喋ろうやばいやばいってなってる。このそう、この無言の時間があれで、オーディションの時はちょっとショールームがやばいってなってた。15分歌って聞きました。本当しきぴ好きですね、みんな。でもいいですよね、しきぴ大好き。私もしきぴのさ衣装作ったんだよね、私一回。佐々木舞香さんの衣装が好きすぎて、しきぴのあそこに作ったやつあります。そう、それもいつかさ X のバズレでさ載せたいんだけどね。あ、皆さん、僕の太陽公演で一番好きな歌って何ですか？一番好きな歌って何ですか？頭の中くるくる考えてるとき目が泳ぐからわかりそうに。いや、本当にそれな、私。なんかちょっとやばいってなったら目がキョロキョロしちゃうんですよね。泳ぐっていうか、なんか焦ってる時めっちゃ目が泳いじゃう。みんなに言われたことある。
リガーね、イコラブさんのやつめっちゃ好き。サッチーとカラオケ行った時にサッチーにトリガー歌ってもらおうと思ったんだけど、天使はどこへ行ったを歌ってもらいました。ワールさん、猫のやつありがとう、ありがとうにゃん。ビンゴ、ビバハリケーン、ビバハリケーン私も好き。ビンゴ、夕日、竹内先輩、夕日、ひまわり、ひまわり、ひまわり、そんなこんなわけでひまわり、夕日を見ているか、ちょっと待って待って、何が多かった、ひまわりが多いな、夕日が多いかな。ね、トリガーめっちゃいいよね、私も好き。ノブラさん、ハートありがとう。夕日、夕日が沈む、じゃあちょっと夕日歌っ、なんかさ、夕日歌ったらなんかちょうどなんか終わりな感じがしてあるのかな。わかる、僕の太陽公園のね、夕日の制服私も好き。アイドルなんて呼ばないで、私のユニットですねそれは。夕日、今日がだん、ちょっとそれちょっと夕日探してもいいですか、夕日を見ているか。なんだっけ、なんだっけじゃない、あ、思い出した、何も思い出した、ちょっと待ってね、充電見てもいい、あ、 40% だ、大丈夫だった。夕日あると思う？本当？本当だ。じゃあこれ歌って終わりにしようかな。ちょうど時間もいいぐらいなので。ペンライトの代わりにクッキー投げる。嬉しいです。クッキー、そうですね。ありがとう。タカちゃん、レインボースターたくさんありがとう。カラオケでさ、あの僕の太陽公園の歌を歌うの初めてかも。めっちゃ、ちょっと待って。間に合うかな。間に合った。めっちゃくるくるなってた、ここが。夕日のユナの歌いだし好き、嬉しい。今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、あ、ちょっと待って、クッキーがやばすぎてさ、ちょっと待って、ちょっと待って、感謝できたら僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が似合う、生まれとるかな。などイエス、それなりの今日が終わり、すべてリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分の、ちょっと待って、本当に気が散っちゃう、待って、嬉しいけど気が散っちゃう。ありがとう。君が君らしく生きてること、ありがとう、たくさん嬉しい。
クッキーを見ているかやばい、夕日を見ているかだから、今でもそうなっちゃってるから。人間関係は面倒だけど一人では生きてゆけない、人は誰でも弱い雲だからお互いに支え合っているんだ、時にはきつい言い方したり誰かの足を踏んでしまったり誤解されたりいろいろとあったけどいつも希望に満ちている、夕日が沈む空を見ているか、今を受け入れること、進むこと教えてくれる、失うことは何かをいつか必ず手に入れられること、あたりは少しずつ暗くなり夜を描く点線みたいな星たちね、ちゃんと明日が来るまで君は君らしく夢を見よう、沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、 Yes、 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ、家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね、ちゃんと見てあげようよ、君が君らしく生きてること、ありがとうございました。ちょっとさ、クッキーやばすぎてクッキーを見ているかになっちゃってだからありがとう、すごい、もうどうしよう、私がこうやっとこうかな、もう、ありがとうクッキースクショしちゃおうありがとうもうなんか画面ガクガクし始めちゃってるからありがとう、ちょっと待って、読めるかな、クッキー、かりみやけいさん、きなこかぷぱさん、まもさん、まもちゃんだ、佐藤さん、くもは、ありがとう、たくさんきなこかぷぱさんとかりみやけいさん、たかちゃんとやすべさんとくもはさん、たくさんありがとう、かずさん、ちょっと待ってね、もうすごすぎてありがとう、お、あ、お、ちょっと待って、お、お、ちょっと待って、オリオンさん、ありがとう、ちょっと OK かな、ありがとう、たくさんクッキー、ツナさんもありがとう、ちょっと待って、もうすごい、ユニバースさんありがとう、ワールさんありがとう、はい、もうクッキーを見ているかになっちゃってた、本当にすごい、 MAPLE さんありがとう、ウータンもクッキーありがとう、これさ、ちょっと私今イヤホンしてるやん、イヤホンしてたらさ、なんか声の聞こえ方ってちょっと変わるんかな、変わってる、ちょっとマイクみたいになってる今、ももちゃんクッキーありがとう、あ、フォロー嬉しい、待って、アルフォートさん、クッキーじゃないから、ありがとう、これタワーありがとう、ありがたわ、アルフォートさん嬉しい、え、ありがとう、やばい、嬉しい、バレンタインタワーだ、アルフォートさんありがとう、ありがたわ、クッキーを見てるから素敵だった、いや本当に解明しちゃいそうになるぐらいクッキーすごかったね、ありがとう、アルフォートさんありがとうございます、
嬉しい、いい歌声でした、ありがとうございます。嬉しい。夕日を見ているからで終わりの方がいいかな、キリがいいかな、どうしますか。あと一曲なんか初期日を歌わないみたいなのがあって、でもなんか歌わなかったらちょっと詐欺みたいになっちゃうので、初期日だけ歌っていいですか。ちょっと待ってね、 もはやさ検索しなくてもこれ履歴にあるんだよね、初期日って。前歌ってるから、歌いましょう。あ、ビンゴ、今日は僕隊でやる。ちょっとまた僕の太陽公園の歌はやります。じゃあこれで終わりにします。ありがとう、みんなさん、みんなさん、いや、ついてたい、さあ行かない、だって行っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。量産型言わないで、私なりの可愛いをそうずっと極めているんです。キーパーどうでしょう、入っちゃダメ、乱されてる、ドライなフルーツ、惹かれてるのメルトチューブ、アイスミルクちゃん、私少しのあなたでぐるぐる色が変わって、ゆね、好きなの好きなの好き好き好きピン、染まりたいのはあなただけ、ねえ好きピン好きピン、二人合わせてアイスラテの出来上がり、わがままじゃないよ、いい子プリンセスで、こっち見て会いに来て、言えない言いたい、はぁ好き、フィアスイティパイ、ラブちゃんです。なんであの子にいいねするの、言えないけれど見ちゃってます、もう見慣れた君の ID、 名前誕生日、ちょっと待ってよ、このモデルちゃん、いつフォローしたの、こんな人がタイプなの、私だって好きな服好きな色で狙い撃ちしたかったな、バーキュン、もう好きなの好きなの好き好き好きピ、本当は振り回したいよ、あーたまらんたまらんたまらんすぎる、純度も湿度も 100% お姫様として扱ってよ、ダーリン、何してる、重いのは嫌、もしもし今何してる、あー付き合いだもんね、わかった、好きって言ってくれたら切るのに、お願い聞いてね、もしも私とはに目が覚めずに、クッキーピーじゃちょっとそれ面白かったから一回突っ込んでいい、クッキーピーじゃないから、魔法は解かないで、しかばね声ずに、あー好きなの好きなの好き好き好きピン、なんでこんなに興味ないね、好きピン好きピン好き好き好きピン、ライト級対ヘビー級、好きなの好きなの好き好き好きピン、不安で今日も眠れない、ほら、シュキピン、シュキピン、シュキシュキシュキピン、気づけば目覚まし始まる。自立心で寝ら、このままじゃ、出ない。何してる？どこにいる？電話出て。もうダメだよね、これ以上しつこく。なんか声が枯れてきちゃってるんだけど、大丈夫かな？ありがとうございます。クッキーありがとう、ありがとうございます、ちょっとありがとうございました。すごいです本当に皆さん。
今日のあーは決まってたねって。え、本当に嬉しい。もうクッキー本当にありがとうございます。皆さんオリジナルの聞いたことないからもう嫌な歌になって、え、聞いてみてください。シュキピまたまた歌うかもまたもっと練習して上手くなります。ありがとうございました。ちょっと待ってね、クッキーを読んでいく。くもは、やすべいさん、や、佐藤さん、きのこかパパさん、たかちゃん、浜谷55さん、クッキーありがとう。うーたん、豊中のひろさん、ユニバースさん、たかちゃん、きのこかパパさんとやすべいさん、ニア DD さん、デーボさん、ありがとう、たくさんクッキー本当に嬉しいです。佐藤さんもありがとう。アルフォートさん、チョコありがとう。だそう、セリフのところちょっと昨日ちょっとダメだったから、次は衣装着て歌って。そうだね、ちょっともうちょっとシキピっぽい衣装で。ありがとうございました。じゃあ壇上読んで終わりますね。明日は12時から配信しますので、お昼のね、お昼の12時から配信しようかなって思っております。あとこのクッキーをもうちょっと強化してね、あのしているので、ちょっとまた明日お会いしましょう。見れたら見るわ。ありがとう、アルフォートさん、タワーもありがとう。なんだ、またお昼やったら夜もやるかもしれないので、ぜひ来てください。聞いたらクッキーを思い出して吹きそう。そう、ちょっとさ、夕日の時のさ、もうクッキーがやばすぎて、もうクッキーを見ているかになってた私は。本当にほうさんありがとう、ハート。じゃあ読みます。壇上、13位ツナさんありがとうございます。12位ションちゃんありがとうございます。11位ウータンありがとうございます。10位アミタさんありがとうございます。9位佐藤さんありがとうございます。8位クモハありがとうございます。7位ユニバースさんありがとうございます。そして6位ワールさんありがとうございます。5位カミリアケイさんありがとうございます。4位アルフォートさんありがとうでした。ありがとう、ありがとう。そして3位キノコカパパさんありがとう、来てくれて。そして2位ヤスベイさんありがとう、ありがとう。そして1位タカちゃんありがとう、1位です、ありがとうでした。なんか最初のさやつ、なんかすごすぎてさ、もうすごかった、本当にありがとう、来てくれて嬉しいです。皆さんありがとうが止まりません。どうしたらいいですか。またお会いできるように、ちょっとバイバーイ、お話し会を待ってます。ありがとうございました。バイバーイ。